東プロイセン、東プロイセン、東プロイセンはヨーロッパのバルト海の南岸にある地域の歴史的な地名。ワイクセル川、ビスワ川とメーメル川、ネマン川に挟まれている。東プロシア、あるいはオストプロイセンとしても知られている。首都はケーニヒスベルク。東プロイセンはバルト民族のプルーセン人が住み、13世紀に十字軍運動により、 ドイツ騎士団がプロ戦を征服し、ドイツ騎士団国となった。1871年、東プロイセンは、ドイツ帝国の主要都市となる。1772年、ポーランド・リトアニア共和国の分割で、ほとんどの西部地方を失った、第二次世界大戦までは、ドイツのプロイセン州北東端の地域であった。現在のポーランド、ロシア、リトアニア、プロイセンには、 ゲルマン民族やスラブ民族とは異なるバルト民族のプルーセン人が住み、コプロイセン語が話されていた。1226年、ポーランドのコンラト一世は、異教徒、プルーセン人に対する政党と強家に手を焼いて、クルムラント領有権と引き換えに当時ハンガリーにいたドイツ騎士団を招兵した。騎士団は征服し、教皇の名の下、教皇としてプロイセンを統治し布教した。 プルーセン人はカトリックに改修、ドイツ騎士団国となった。ドイツ人の東方植民によりドイツ系住民が増大した。ドイツ人人口が大多数となり、何世紀かの間にプルーセン人はドイツ化し、少数民族にはポーランド人とリトアニア人がいた。プレーゲルガーの河口の港町系ニヒスベルク、ハンザ同盟都市は、琥珀など、 流域の物資を周産しバルト海を通じて交易する、この地域の中心都市として繁栄していた。ドイツ騎士団はマリーエンブルクにマリーエンブルク城を建て本拠地としかまえた。農民やスラブ人たちはしばしばドイツ騎士団の支配に対して反乱を起こした。1525年、ドイツ騎士修道会総長でホーエンゾレルン家のアルブレヒト・ォンブランデンブルクは、 プロテスタントに改修し、世俗のプロイセン公となってドイツ騎士団国の東プロイセンプロイセン公国を創設した。1410年のグルンバルトの戦い、タンネンベルクの戦いに続く15世紀前半の戦争を経てドイツ騎士団国家は弱体化した。1440年には都市、諸公、ドイツ騎士団に属さない僧侶がドイツ機団に反発して、 プロイセン連合を結成し、ポーランド王国と同盟した。1466年の和睦、第二次トルンの和訳で、ドイツ騎士団は、西プロイセンをポーランドに譲り、東プロイセンは、ポーランド国王の総主権下に入り、ポーランド王領プロシア、1466年から1772年となった。プロイセン連合加盟の諸都市や、諸公の自治権が、 勝利者のポーランド王国によって保証され。1558年、イヴァン四世は、リボニア戦争を起こす。1561年、デルッラ・マリアナが分割され、プロイセン公国の影響下から離脱。1618年に、プロイセン公の後継者が絶えると、ブランデンブルクを領地とする同族の、ブランデンブルク選定公、ヨーハン・ジギスムント。 在位1608から1619がプロイセン校を兼ねる同訓連合体制となり、ポーランド国王の総主権下に東プロイセンを統治した。この頃からスウェーデンがバルト海に勢力を伸長し、東プロイセンにも影響を与え、1626年にはスウェーデン王グスタフ2世アドルフによって一時制圧された。 1660年には、フリードリヒ・ビルヘルム大戦帝抗が、東プロイセンを、ポーランド国王の総主権から解放し、1680年までに、スウェーデンの影響力を完全に排除した。そして1701年、大戦帝抗のコブランデンブルク戦帝抗、フリードリヒ三世は、ケイニヒ・スベルクに赴き、フリードリヒ一世として、プロイセン王に即位、プロイセン公国は、 プロイセン王国となった。ホーエンツォレルン家の主な領土は、ベルリンを中心としたブランデンブルク先帝皇領で、あったが、飛び地の東プロイセンは、名目上神聖ローマ帝国の範囲外であり、ここでなら皇帝の進化である先帝皇フリードリヒ三世も王となることができたのである。1701年にプロイセン王国がお併合。 1709年から1711年で人口の1、3が死亡した。1727年にザルツブルク大主教在位。1727年から1744年が生産な新京都迫害を実施し、追放された新京都を東プロイセンが受け入れた。1772年プロイセンをフリードリヒにせい、大王は、 ポーランド分割でにおいて、西プロイセンを併存して、ブランデンブルクと東プロイセンが地続きとなり、飛び地を解消すると、翌年、1773年1829年と、西プロイセン州に変更した。また、カトリック人口の多いポーランド王領プロシアの俗領バルミアが、プロイセン王国に併合された。1806年にナポレオンは、 第三次大仏大同盟に勝利して、オーストリア帝国とプレスブルクの和訳を締結し、新生ローマ帝国が崩壊して、新仏のライン同盟が結成された。中立の立場を取っていたプロイセン王国は、北、ドイツからドイツ各地に勢力を広げ始め、ブランデンブルクは1806年にとなった。ポメラニアは、1814年のキール条約で、 デンマークイコールノルウェーを解体したスウェーデンが、ノルウェーを獲得する引き換えに代償として上渡することとされていたが、ウィーン会議、1814年から1815年で、プロイセン王国に割譲された。1829年、東プロイセン州と西プロイセン州が合併し、1829年から1878年となった。 1866年の広島戦争にプロイセン王国が勝利し、オーストリア帝国を名手とするドイツ連邦、1815年から1866年が解体され、1867年に北ドイツ連邦、1867年から1871年が成立。18世紀後半にはそれまで宗教改革派の拠点であったケーニヒスベルク大学に、 哲学者のカントやヨハンゴットフリートヘルダーが教授となった。1871年1月18日にはついにプロイセン王がドイツ皇帝に即位し、バイエルン王国を独立した国領として加え、ドイツ帝国1871年から1918年が誕生する。不仏戦争。 1870年7月19日から1871年5月10日デプロイセンがフランス帝国に勝利。1878年4月1日、プロイセン州は東プロイセン州、1878年1945年と西プロイセン州に再び分離された。教育でもポーランド語やリトアニア語は排除され、ドイツ語のみが許可され、ドイツ化が進んだ。 1888年に、ビルヘルム二世が即位するとビスマルクを更迭して、申請を開始し、帝国主義政策を実行した。その結果、周辺国との圧力を生んで、ビスマルク体制を破綻させ、第一次世界大戦に突入した。第一次世界大戦初期において進行してきた、ロシア軍に対しドイツ軍が、タンネンベルクの戦いで勝利した。大戦後は一時。 バルト半革命軍の基地となった。戦艦期には、ベルサイユ条約により西プロイセン及びポメラニア、ポーランド回廊が独立したポーランドへ活用され、東プロイセンは、メーメル地区を失い、また、飛び地となる。1918年、バイマル共和国、1919年1933年の下ではプロイセン自由州。 1918年1935年となった。1932年のフランツ・フォン・パーペンによるは戦艦機の終焉をもたらし、1933年のヒトラー内閣による政権ラッシュにつながった。ナチスドイツは旧東部領土回復を目指し、ポーランド侵略の口実とされた。ナチスは東プロイセンへの陸上路である。 ポーランド回廊の割上に関しポーランド側は拒否、交渉は亀裂する。ソレンヒトラーの要求を拒否した。1939年、ナチスドイツは旧ドイツ帝国領の他辺の地、一旦国際管理となり隣国リトアニア領になっていたメーメル地域を東プロイセンに併合。同年、ポーランドがポーランド回廊の割上要求に応じないことを名目に宣戦布告のないまま、 ポーランドに侵攻した。この際に東プロイセンはドイツ軍の出撃基地となった。ポーランド侵攻の結果、ドイツは西プロイセンを実行支配し、東プロイセンは再びドイツ本土と地続きになった。東プロイセンを含む全てのナチスドイツ占領地域に住んでいたナチスドイの法令でポーランド人と認定された者はポーランド総督府に移住した。 独ソ戦開始と共に東プロイセンのラステンブルク郊外に相当大本営が置かれ、ヒトラーは東部戦線に近いここから軍隊を指揮した。ベルリンへ向かうソ連赤軍が東プロイセン構成を行った1945年1月から4月の間に東プロイセンの住民260万人、1939年時点のうち200万以上がドイツ西部に逃れ、 残った人々も戦後シベリアに送られ、ドイツ人追放が行われた。第二次世界大戦後、ケーニフィスベルク、カリーニングラードと、海庄を含む北半分は、ソビエト連邦、カリーニングラード州に、南半分は、ポーランド、バルミアイコールマズール意県に、分割併合で、東プロイセンという地名は消滅した。旧東プロイセンの主要都市は、 第二次世界大戦でほとんどが激しく破壊されたが、その後の経緯は、ソ連側とポーランド側で大きく異なる。カリー・ニングラード州の諸都市は、ソ連の政策によりファシストや帝国主義者の遺物だと、され、軽ニヒソベルク城をはじめとして、多くの歴史的建造物が破壊されて、撤去、されてしまった。カリー・ニングラード州は、ロシアソビエト連邦社会主義共和国に編入され、 ソ連崩壊後もロシア連邦に属しているが、ベラルーシとバルト三国の独立により、ロシア本土から切り離され、飛び地となっている。カリーニングラード州は1990年代終わり頃から、ロシア連邦随一の産業地帯として繁栄している。近年は、低ニヒスベルク大聖堂などといった一部の歴史的、建造物の再建が少しずつやれている。 ポーランド側は EU の歴史遺産保護の援助を受け再建し、中世の姿を取り戻している。戦後の混乱の中で追放されなかった少数のバルトドイツ人やドイツ人も、また共産主義のソ連とポーランドによる支配下では強制的なソ連化によりドイツ人としてのアイデンティティを放棄し、領地や資産はすべて没収された。ドイツに移住した人々の一部は、 国境追放者連盟を組織している。現在もポーランド政府は、没収した個人の資産や土地の返却及び賠償において拒否を続け、ドイツとポーランド両国間の問題となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。